東方ガールズセカンドシーズン。引いてないかな、さすがに。まあ300枚くらいか、マチコイン。ゴーゴーガールズの正重さんです。はい、ありがとうございます。2連298枚1万円で1回って感じよね、ほんと。3セット280枚、ダメだ。ちなみにファーストシーズンと含めて6回やって5回出場して5分の2ですね、勝率は。私はまあ抽選番号悪いっていうのはありますけど、今日とかは普通に、あ、さすめ、あの狙い台には座れておりますので何の言い訳にもならないんでね。でもね、もちろんこう固くマイジャグをね打てるのであれば打つっていうのもありなんですけど、大きく勝ちたいですよね。だって狙えるチャンスがあるのであれば。お、白のままじゃないか。よっしゃ、弱チャンス目からまあ降格中だったかな、まだ。いや、通常時にね弱チャンス目からだと設定差あるんですけど。うわー、黄色は無理だよ。これか、そう、OK、多分スイカで当たりました。そうなの、大丈夫かな。え、お前か、呼べると大丈夫、やばいと思います。わあ、やっちゃったー。ほらー、もう飛んだ日に当たってしまいましたね、バッサリ苦手な日は。いやでもなー、確実になんかちょっと設定ありそうな感あるもんな。いやちょっとなんかセリフが弱い、リンネの作法が8点。はい、お、いった、ダメだと思ってた、やった、お願い。今ぐらいの時に当たるとすごい嬉しいじゃないですか。お願いします。この安心いいですね。あ、いいよ、ほい、無敵、無敵ゾーン、ね、無敵ゾーンでちょっと駆け抜けて、何くれんかな。ダメ、はいはい、やりました、ついに生駒でも。謎が揃って、エピボです、ありがとうございます。いや、いいでしょう、300ぐらいでね言ってくれてるので。久しぶりにこのなんか安心感。今日初めて見ましたね。
141枚です。あと1000枚ぐらいあと1000枚ぐらい出さないとプラスにはなれない。いけず193枚。いやー下手ですね。3連2連2連か。白浦大当たってくれなきゃ。もうお763ゲーム、まあ、でもなんだよな。あー太い。天国上がってはないと思うんだよな。なでもちょっと期待しましょう。マジで頼む。あの太い稲妻ぼちぼち厚いけど、まあ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 、お全部来た。いいんじゃないですか。魔王様上がった。本当にマジでありがとうございます、はあ、あ793ゲーム総投資47本、集中でさせてくれたのかな、どうなのかな。ちょっともう何はともあれ当たったことを喜びたいと思います。まあ、1回やってるごとにお金がすごいすごいある。18本入れましたね追加投資で。今回で4回目お願いします。白でしたけど行きましょう。無双転生入れてる時いつも白から始まってたから、ちょっとのケーキさえあればね、本当夢は広がるんでね。弱小一家マジで何もできない。いきます。きつい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 。無理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 。ちょっと待ってよ、本当に待ってよ、躊躇引いてください。もうあー受け入れられないです。これはうん168枚。まあもう実質何もしてないからね。まだ時間あるんでちょっとギリギリまで頑張りたいと思います。もうあーでもきつい、単発きつー、死ぬーもうしょうがないけどね。テリーただなぁ起きた。しかも今日チャンス目、これは4枚目が入ってしまいます。4枚目か
ーバーされてもね、はい、お、もうめちゃめちゃいいじゃん。もう6回目、1、2、3、4、5、スルーしてますから6回目です。ふざけるなよ、そんな分かってんだろうな、絶対それはちょっと許されない、許されないよ。あ、いるいるいる、ちょっと待って、緑緑緑で、うん、だね、はい、ぶっ壊してやれ、ヘイ、よかった、本当に良かったです。748ゲームです。調子が止まった。さあ1万6000円、追加で入れまして、3万1000円投資となりました。みんなね、今でも辛いところなので、誰か一人でもいいからプラス1に持っていけるように、それぞれが頑張ろう。下パネル消えたよ、嬉しい。あ、これリチメが出るのかなですね、よかった。ちょっとビッグまだ引けてないんでお願いします。これは白いけど、鬼ボーナスやだ。おーしょ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 、流れ来てるぞ。全然超、みんなどうしてるかな、大丈夫かなと思ってちょっとグループライン見てました。クロちゃん詰めだったんですね。ラッシュ1個乗せました。勝利ストック、これはありがたい。まあでも私もストックゲットしてますからね、一応ね。よしよしよし、あ、しかも緑、ベルフリーズもあればボーナス引けるんじゃないか説。来た、よし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 、ずっとここ見ちゃうんですよね、ベルフリーズ来ないかな。よし頑張ろう。エヴァか、まあいいよ、とりあえずいいでしょう。鬼ボーナスです。あ、でも強い感じの人は出ないですね、まだね、まだ3回目ですけど鬼ボーナスも。あー、もうこれで当てちゃってほしい。ない、おー来た、今下パネル多分ファファってなったかな、うん、多分リーチ目、はい、いただきボーナスです。これ鬼武者ってこれ、うん、こうやって出すやつですからいいでしょう。よし、うん、早いすごい、ストックする上手な教授、教授で10だけ乗せることも結構あることを考えると全然1セットもらった方が、うん、まあ地道に行きましょう。でこれできてもとりあえず勝利速2個あるんで3セット目まではいけます。だけど、あ、もう引いてるんじゃない、これ、えだよね、ええ、ベルかな、どっちだ、え、あー、そっちね、あー、焦った、今日正解引いたのかと思った、違った、今日ベルだった。まあでも全然嬉しいです。
とりあえず上乗せはいただく。キョーベルもなくはない、ないか。うわー、ちょっとそっちに気を取られちゃった感じがありましたね、若干。終わらせちゃったけど、まあまあまあ。さあ、あと何回中継引けるかなゲームですね、これはもう。引けた回数分、かけ4分の1の抽選。だから200、400、600、800、どんどん、どんどんなんかハマってる。全然初当たり取れねえ。取れねえと思ったら来ましたね。来たぜ。でもやっぱ当たるとき結構ざわざわするもんね。あれ今色、ああ、おっしゃった。え、で、レインボーっぽくなかった？これ当たってんじゃない？なんでキャンセルしちゃったのよ。倒れろ。ほら、やっぱそうや。ごめんなさい、ほんと多分あれね、レインボーに変わってたよね。やった、嬉しい。やった、58ゲームです。早っマジ超嬉しい。投資変わらず47です、47です。はい、あーもう白多いな。いやー嬉しいぞ。5回目レインボーオラ見たかった。まマジでなんとか一矢報いたい。てかバトルなしのスマスローホクトやばいからマジで、まあ、いつもはね雑誌とかの DVD とかで買ってくださる方は見てくれてると思うんですけど、やっぱ YouTube で知ったっていう方とかにはね、せっかくならいいとこを見せたいのに、だいたい意識弱いからもういけるっしょぐらいの感じでちょっと行きましょう。まずラオウでパンチ、たまには避けてよ。かあ、雲来てましたね。ありがとうございます。あんまり流れないからあれだったけど、よし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 。
もうなんかダッサいことしか言えない。マジか。お願いです、継続してください。シローラ頑張ってくれ。まあ、言うてたら66はあるんですから、2回ぐらい通してくれ。はぁーはぁー、ウヌの力はその程度か。 OK、 やりました。はぁー、つながってる。あ、どっち。赤くはない。いけるかな、いけそうな気もするんですけどね。お願い、勝って、強いパターンで、うん、いけた。お願いします。7以外受け付けません。やってない。当てたい、これは。はい、決めます。決めて ST をやります。あれ、おそう、投資がこれで30本になりました。お願いします。あのスルーだけは本当にやってないんで。なんでこんなおとなしいの。怖いんですけど。やってる。今ので、またちょっと BB ランクが上がったと思う。もう次はエビボよ。フェやって終わろう。三連撃、もう一回出た。4、5、取れるよね。ピーボーじゃなかった。もうダメだ。なんでこんなにスルーするの。ちょっとこのままね、900とか1000、あ、まあ1000のところまでね、追加投資して投資5万まくれるかって、まくれないと思うんですよ、さすがに。ちょっとすごい悔しい展開ではあるんですが、はい、ここで実戦を終了したいと思います。いやー、今回本当にすいません。はい、まあでもちょっといつも頑張ってたんで、今日くらい見逃してください。はい、お疲れ様でした。ごめんなさい。はい、ということで、早速結果の方なんですけれども、投資の方が33本、はい、そして回収が、55枚、ゴーゴーガールズです。はい、ということでマイナスの1463枚と、もう不甲斐ない結果に終わってしまいました。すいません。いや、カバネリの、狙いはね、悪くなかったと思うんですよ。本当に角に座っちゃったのが良くなかったですね。中3台がしっかり出てます。本当ビバパネルの方座ってたんですけど、無名のパネルが3台だったから、あ、こういう3台なのかなと思って、あのパネルとかじゃなくて中3台でしたね、今日はね。まあ見て分かる通り、ご覧の通り、もうとにかくジャグラーシリーズが強いと。ファンキー朝一粘ってみて埋まってたんですけど、結構積んでる、2分の1とかそれ以上入ってるんじゃないかなっていう
はい、アイムもすごいですね。ここの並びがもう3箱パンパン、5台ぐらい並んで入ってるかもしれないですね。はい、そして私もね、朝一本当いい番号引けたら取りたかったんですよ。マイジャグ塊ですね、やっぱ結構並びで出てるっていう感じが、もちろんそうじゃないところもあると思うんですけど、マイジャグのどこかの塊が結構強いっていう印象があるので、ちょっと次回は狙いに行きたいですね。はい、まあ、他にもですね、新鬼武者2だったりとか、あとはあの二大島とかにもチャンスがねたくさんある感じかな。うん、いっぱいチャンスが本当にある店舗さんなので、次こそは高設定をつかめるように頑張りたいと思います。はい、まだね、あのモテギちゃんとミノリの結果は来ておりませんので、奇跡的にねすごい伸びてプラスっていうこともありえますから、はい、奇跡を願っております。はい、ということでまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。はい、もう私今日映るのかなマジで、うわ長い、来た、3連突破したぜ。あるかもしれない、79とか。なんとかつながってるぞ、本日最高レンちゃん。あーってごめんなさい、どっちかわからないです、角者か中者かわからない。そして何事もなく4セット目、もう画面ばっか見ちゃうのですいません、大変失礼します。さあ4セット目向けて、はい、まあ嬉しい、いや本当に79を期待したいよね。ありがとうございます、素晴らしい5セット目。さあ500枚、本日初の500枚。さあ着水か、いける、いける、おお、いける、あ、これちょっとあるかもしれないですね、マジで。6連チャン目いきましょう、もう自分の引きは 66% を5回もいけると思ってないんで、いやー、ここしかない、ここしかないです。6セット目いってくれ、あー、でもキック、いやー、いきなり一番ピンチきた、やばい、これはやばい、やばくないマジ、やったー、何これめっちゃ強い、最後めっちゃ強い、今のはダメかと思った。まあでも79だとしても、もし7連チャン、6連チャンか、6連チャンはだいぶいってるよ、うい、これセリフ出たらもう95% とかなんで大丈夫っす。いやいや本当大丈夫だから、これはさすがに、まあもう書かない、はいはい本当マジでビビった。継続率に委ねましょう。さあ8セット目、うーい、ナイス、
79じゃないかもしれない。やっぱ白オーラだよな。さあ9セット目、大げさじゃなく本当に無双転生入れてしまえばドプラスまでいける。まあまあ8連チャンしてるってとこだもんね。でキック、おっと、パノフ、いやー、まあ、9セット1032枚一旦書こう、復活希望、いやーないかーないかー、8連、まあ9連、まあ、正直ちょっとね1000枚戻ってきて嬉しいんだけど、好継続だったがゆえに、ね、中ちゃんも2回引いたりやれるとこあったから悔しいです本当に。はい、ということで、ちょっと最後までギリギリ粘ったんですけど、ここで終了したいと思います。収支の方は完全にマイナスでございます。ちょっと不甲斐ない結果に、シュンとしております。次戦お疲れ様でした。チャンスはいただけた、ただちょっとねアームが弱すぎて、47本、2162枚で回収が894枚でマイナス1268枚と、まあこの東大和店さん、まあ、前回に引き続き今回も結構モリモリ高設定あったり結構狙える島もあったので、ざっくり見ていきたいんですけれども、まあ、ゴブリンスレイヤーだったりもう打ってる方全員まあ、出玉持っているし、まあ、そのね内容に関してはやっぱり分からない部分があるんですけれども、かなり出玉感に関してはすごい出てる印象ありますし、あとね、あと結構途中から気になっていたんですけれど、 SAO の島多分ね前代この出玉感で一番最新代っていうところでもありますし、円形の内側で好感触だったんじゃないかなって思います。ワンチャン狙えないかななんて朝言ってたんですけど、まあ、狙えなかったですね。ちなみにやっぱ円形島の方が強いです、北斗の島は。まあ、こっちの円形島の方がこう甘く使っていたのかな、もしかしたらこう当たりが散らばっていたのかなっていう印象があるので、ちょっと悔しいなと思いますね。一番早かったマイジャグラー5なんですけれども、まず全体的にレギュラーがついてます。なのでもう基本ベースが高い上に当たりがある、結構並びで出てるところも多くて、まあ、ここファン、アイムとマイジャグ1箱勝ち盛りずつ、またここですね、カードマイジャグしっかりついておりますし、レギュラーもこのマイジャグもちろん強いんですけど、マイジャグだけでなく、まあ、ここのお客さんも32の19、まあ、フタコ勝ち盛りだったり、ジャグラーはもうベース高くて強いなという印象がございます。やっぱねジャグは強いっす。さあ続きまして番長ゼロなんですけれども、まあ、ちょっと落ち着いてきましたが、まあ、やはりこっち半分、もうここからこっちのお客様は全員ドル箱積んでおれますし、やっぱり朝一からの北斗より早い、まあ、理由が分かりますよね本当に、まあ、こんなにしっかり出玉感がつくんだなっていうぐらい素晴らしいです。まあ番長ゼロ、マイジャグ、まあ、あとは結構スマスロ系、今回でいうと SAO も新しいですし、円形の方の北斗であれば全然ワンチャンあると思うし、まあもしかしたら変わるかもしれないんですけど、そういう情報とかをね共有してて、ぜひとも勝利をつかみたいと思います。まあちょっと今日は不甲斐ない結果で無双転生をお見せできなくて申し訳ありませんでした。あとはみのり先輩につなぎたいと思います。お疲れ様でした。わけない、え、あ、10もあるの、え、10もあるの、え、10悲しい、少ない
セット目、はい、やっと500枚オーバー、あと1000枚もうちょっとか。おお、かっちゃん来た、かっちゃんかわいい、強制でしょそんなのですよね。からの、いや10ゲームなんかで終わんないでほしいよ。え、あ、聞いてる、え、え、な、え、ただそれか引くだけ、ね、この紛らわしいそれか、まあ、いいけどさ、ないか。お、いや、これは熱いでしょ、だって、あれ今2ゲーム目、うん、あ、そっち、え、そっちなのそっちなのね、ボーナスじゃないのね、自分で引けってことですね、わかりました。あ、やった、よし、やったやったぞ、よし、もうリーチエコーが今日何回見たことかね、これ、よし、よし、赤7ボーナスゲットです。お、来い、よし、ナイス、よし、1名嬉しい、引けるようになってきた。さあバトルに行っちゃいました。もうストックはないところなので、うん、あー押されるよね、あ、やった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 、よかった、セット目まで、はあ、なんかでっかく乗せないかな。お、これはなんかまた引いてるよね、別で、いやー、あ、お、お、乗る、でかいでかいでかい、スイカめったに乗せてくれないのででかいです、乗るときは50、これを切ったりはしないよね、まあでもありがたいよ、50ゲームはかなり出てしまったか。お、青字ですね、うーん、弱い弱いけど止めきちゃうけど、あ、耐えてる、大丈夫きっと、嘘、そんなこと、うーん、そんなわけない、消えた、消えました、852枚、はー、デフォばっかですね、終了画面もね、あれ、キャッチ出る、はい、ということで、終了時間が来てしまいました。とりあえず最後にまとまったコインは出せたけど追いつきませんでした、すみません、お疲れ様です。投資が31,000円、そして回収が848枚ということでマイナス578枚になりましたということで、残念ながらマイナスの結果でございます。まあでも他の鬼武者やっぱり結構良さそうでしたよね、うん、なんかいっぱい出玉を持ってて、でもみんなも上手かったのかなみたいな、結構振り返るたびになんか桜玉とか持ってたり、結構、まあ結論ずっといた鬼武者はやっぱり良さそうだったのかなっていう、まあもう流してしまった方もいるんですけど、もっと
箱持ってた人もいましたもんね。あそこまでやっぱ粘ったりできるのはなんか確信持てている方たちなんじゃないかなと思うので、はい、まあ、鬼武者あたりが結構怪しいなっていうのと、あとはまあスマスロのなんかブブブ朝一から結構ね座ってますもんね皆さん。今も座りっぱなしってことはいいのかな、結構枚数出してる台は割とたくさんありますよ。結構ダメそうだったら早めに諦めちゃう人は多い台だとは思うんで、今あれだけ埋まってるってことは結構いいのかもしれない。まあ、あとはやっぱジャグラー、はい、王道の、まあ、ジャグラーの中でもマイジャグかな、あそこの、まあ、あれやっぱジャグラーはね全体的にかなり強そうな気はしますけれども、まあ、ここジャグラーの台数めちゃくちゃ多いんですけど、それでもやっぱりマイジャグラー、その中でもマイジャグラーがみんな箱使ってる。でまあ、あとは結構なんだろう、まあ、本当動いているのが、まあ、動き出すのが遅かったり下台も結構あったせいなのか、まあ、ポツポツ出てる台は出てるみたいな感じなのでちょっと分かりにくいところもあったかもしれないんですが、いい台は多分あったんだと思います。私の台ももしかしたらいい台だったんじゃないかなって思います。はい、はい、ということで、今回ですねセカンドシーズン、1回目の収録だったんですけれども、なんとプレゼント獲得ならずということで3人ともマイナスです。くーごめん、なんかでもいつもね負けてる、全く期待なんかされてないであろう私はともかくいつもねめちゃくちゃ爆出しして勝ってたしげやんも固い立ち回りのねもてぎちゃんもなんかすごいいっぱい突っ込んで、いやーなんか波乱の幕開けですね、はい、全員がきっとなんか途中からゾワゾワっと、はい、感じたんじゃないかなと思っておりますので、また次回ですね東大和店、日野店、そして八王子四ツ谷店に、はい、それぞれが行きますので、また次回3人で力を合わせて次回こそは、プレゼント、視聴者プレゼントゲットできるように頑張りたいと思います。次回もお楽しみに。